嘘ついてんだろうって俺は悪いけど横で思っちゃうよね。はい。何でちょっと メール食べられてる可能性がございますので。何を言ってるの？何を言ってるの？ここに座るまでにそのぐらいの努力してきてもよくないって話なんだよ。はい。それすり替えるなよ、その言葉に。それ卑怯やで。はい、うん、あのちゃんと理解できてる今の話に。はい、松本清がいいかと思います。はOEM で今開発中の荷物を置き配して盗難に合わないようなものを作って、それを日本に普及させたいなと思っております。まあ、資料の中にも写真もありますよね。これは開発してるわけですか今？そうですね、はい。なんで大学辞めちゃったの？前期と後期に単位が分かれてまして、前期は学校出れるんですけど、後期はちょっとあの遠征とかで全く出れない状態で単位をほぼほぼ落としちゃうような形で、このまま続けてもちょっと卒業難しいかなと思いまして、はい、途中で辞めました。中退してる俺が言うのもなんだけど、でも選手はみんな同じ条件じゃないの？まあそうですね、はい、確かに。まあその後教職を取ったりするんですけど、やっぱり自分もそのまま先生になるっていう形ではなかったので、はい、途中で辞めました。まあ、大学にいる意味を見出せなくなっちゃった。ああ、まあそうですね、はい。それで突然豚カフェやったんだ。そうですね。なんでか豚カフェって、はい、出身岩手で農業高校出身だったので、はい、豚をペットとして使うっていうのは、はい、カフェの中に豚がいるの？あ、そうですね、はい。猫カフェが行けるんだったら豚も行けるだろう。そういう発想ですか？いや、まあ、そういうわけじゃないんですけど、まあ、皆さんに可愛さを伝えたいなと思いまして。でもすぐ閉店しちゃった。そうですね、まあ、もともとあのすぐ閉めるというか、あの、まあ、お店での出産や携帯の販売ですねをして一通り終わったので、あの閉めようかなという形でしたね。一通り終わったって、もう最初から閉める予定でこれを始めてたってことですか？どういう計画だったんですか最初これを？豚カフェの方はですね、流行っていうのは飲食店とかでもそうだと思うんですけど、やっぱり1年ぐらいがピークかなと思いまして、それで閉めました。新しくやろうとしているものって何年ぐらいで閉めようと思ってるんですか？あ、こちらはですね、こちらに関しては閉めるつもりはございません。今回はちゃんとやりきりたいわけですね。はい、そうですね。この豚カフェさ、立ち行かなくなって閉店したんではないの？一応そうですね、開始自体も居抜きでしたので、それほどお金はかかっておりません。結論から言おう。あ、はい。儲からなくなって閉めたのか、最初から閉める予定だったのか、どっちなのよ？儲からなくなって閉めた形ですね。だからさ、それをさ言わないから、最初からさ、なんこいつ嘘ついてんだろうって俺は悪いけど横で思っちゃうよね。はい。だって一言も言わないじゃん。言わないです、ね、うまくいかなくなったから閉めたって言わずに、最初からこういう予定で出産がどうのこうので閉めましたっていうのは、もうものすごいさ、あの、失礼だね。これから資金調達をしようと思う人たちに対して。はい。なんでそこのところさ嘘つくのよ。正直に言えばいいじゃん。別にビジネス失敗して一回ダメになったら どうしようもなくなるわけじゃなくて、そんな人のあんまでも出てきてるんだから、はい、失敗したって言えばいいじゃないかよ。これは自分で開発するんですか、それともなんかもうすでにこういったものがあってそのやられる試作品があるので、そちらを見ていただいてもよろしいでしょうか？はい、はいはいはい、こちらが開発している試作品になります。だから説明しろよ。はい、すみません、岩井主催申し訳ないんですが、はいはい、こちら持っていただいてよろしいですか？はい、こちらポストになります。これね、はい、はい、あ、これね、大体の集合住宅、はい、まあ大きいマンションとかにあるようなポストになります。まず配達員はインターホンを押して不在を確認しますね。こちらは、2B の場合は配送員が一個一個持って歩きます。はい、で車に10個ぐらい積んでいて、で不在を確認したらこちら伸ばしていただいて、なるほど、これをポストに投函することによって配達を完了いたします。で、それはどうするんですか？その、あ、こちら、はい、もしお客さんが帰宅して今度は緩めます、ね、失礼します。
で戻して、これで一度設置されたお客様は何回も使えるようになります。でお客様はこのまま帰宅できます。お客さん側がそれ買うってことですね。2B の場合ですと配達員がこれを一個一個不在を確認した瞬間にポストに荷物をつけていくんですが、 2C の場合でしたらこちらお客様に購入いただいて設置していただきます。そしてこれを配達員が何回も使うっていう形になります。集合マンションだとこういうポストがバーってこう縦にも横にもあるわけじゃないですか、はい、今の状態でバーって垂れたら下のポストを持ってる人たちはどうなるんですか？ある程度荷物は下の方に置くような形になるんですが、はいはい、紐をちょっとずらして使っていただく。ずらすってだって紐だけずらすわけにいかんやんか。だってこれが真下にあって、はい、紐がこう垂れるわけやろ、はい、そしたらここのポストの人たちは何やこの紐邪魔やんかってならへんの？邪魔だと思います。邪魔なんかい。それ考えてなかった？荷物を取ったり出し入れする際はちょっと良ければいいかなぐらいは思います。そこってなんか聞いたりしてます？こういうの考えてるんですけど実際にこれどう検討していただけますか？そうですね、これあくまでもご自身の発案でとどまってるのか、はい、それこそさっきも話しあったようにアマゾンさんにも聞いてこういうの考えてますかどう思いますかというところまで実際に動かれてるのか、まだ試作を作ってやっとまあ、ここまでコンパクトに作れたっていうのがあるんですが、すいませんもう一回質問いいですか？質問が分かんないね。長く喋っちゃダメだ。シンプルにアマゾンに話したの、レオパレスに話したのって聞いてあげないと。レオパレスに話したの。喋ってないですね。はい、でアマゾンさんと SNS でつながって、まあ、がいるんですけど、まあ、メールを送らせていただいたんですけど、はい、おー素晴らしい。ただヤギを飼ってると思うんですよ。何でちょっと メール食べられてる可能性がございますので。何を言ってるの？何言ってるの？シャレです。だから多分ギャグですね。ギャグです。これ相当壮大な市場で誰しもが悩んでることだから、ちょっと遠藤さんクラスがやることじゃないかもしれない。結論、もしめっちゃいいアイデアだったらこれどっか大企業に持ち込んだりしてそこの一部門でやっとかさ、日本の壮大な世界の問題を解決するようなことだから、これめっちゃいいじゃんってなったら他の人がねすぐいいの作っちゃうよ。これ結構いいもんなんだけど、うん、トークが切れなすぎてこれで特許取れたらワンチャンあるかもよ。だからワンチャン乗りたいんだけどあまりにトークが切れないからもう林さんがそっちに座ったら売れるかもしれない、ね、岩井さんに持たせる意味あったと思って別にそんなねあれもだしハラハラしちゃってね。やっぱりさ 2C にしろ 2B にしろどっちかでいいんだけど、孫さんがおっしゃったようになんで今日までにそれを一回こういうの考えてるんですけどなんかこう実現可能性ってあるんですかねって聞いてみなかったの？例えばマンションの管理組合なのかアマゾンなのか別として、それちょっとでもやってくれば話変わったと思うんだけど、一人で背負うには大きすぎるものだと思うんですよ。これを見ていただいていつも再配達に困ってるお客さんもいっぱいいると思いますんで、ぜひ協力はお願いしたいなと思っております。いやそれ体のいい言葉でさ、これを見てそれを期待しますじゃなくて、ここに座るまでにそのぐらいの努力してきてもよくないって話なんだよ。はい、それすり替えるなよその言葉に。それ卑怯やで。はい、うん、何でもかんでも別に令和の隣に頼る必要は、まあ、ダメでしょ。例えばマンションの管理組合に10件行ったら3件からはこういう答えをもらってます、だから実現可能性ありますって言ってくればそうかと思うじゃんこっちは。でも君が言ってんのはそれも含めて令和の隣にお願いしに来ましたって言ってんだよ。卑怯じゃんそんなの。言葉はそうやって言うかもわからんけど、結果自分がそういう努力をしてこなかっただけのことを言葉すり替えてるだけちゃうのこれ。そうですね、なこれだけのものを自分でね発明できたんだったらやっぱ自分でやってこると思うんだよね。それをそうでなかったらもうなんか頭でっかちでもうこれは絶対大丈夫なんだって思い込みすぎてるかどっちかだよね。配ってるサイドですからね、再配達についてのストレスを感じながら絶対必要だって思ってる可能性はありますよね。なんか何人かでこう、まあ、組合じゃないですけど作ってアマゾンさん側にちゃんと受け取ってくださった方に何百ポイントとかあげるようにしてくれませんかって、そうしたら配達が楽になるんですけどみたいのをなんか投げかけてみるとかっていうのはしないですか？
そうですね、オキッパさんはそのようにして、うん、で楽天さんと組んで、で無料で設置をしてったっていうことがあるんですが、うん、やっぱりまだ僕の力不足でそういうのは難しいかなと思ってました。でここで力を借りようとしたわけですね。そうですね、すっ飛ばして、はい、まあ、一番有効なのはクラウドファンディングかなと思います。国土交通省さんとかも結構、まあ、置き配に関しては問題視してもらってますんで、ぜひともその一つの案として。なんで国土交通省出てきたの、今の質問で。あ、失礼しました、はい。いや課題を持ってるってこと。いやいや、だから僕たちにこう力を借りに来たのはご自身では無理だと思ったから。そうですね、はい。でなんで国土交通省出てきたの。そうですね、どっから出てきたんですか。でね、自分が言いたいのはね、何が言いたかったかというと、無理そうじゃない、ご自身では。そうですね、でしょ、だからやっぱ来たと思うんですよ、はい。そんで、まあ、自分でも調査もしてないしね、試しにもう売ってもないと、はい、それで仮にね、自分じゃできないって言って来たのに、なんと上限があるんですよ。俺ってどうなの。大丈夫です。大丈夫ですっていう答えがちょっとよく、ちゃんと理解できてる今の話に、はい、それなのに上限があるってどういうこと。大丈夫ですって、この大丈夫ですの答え、ね、意味何よ。変えることができます、うん、っていうことね、うん、いやそれ言葉の使い方間違ってるだろう。すいません、上限撤廃でお願いします、うん、やりましたよみんな。交渉担当、交渉担当ですね、ネゴシエーター。いやーなんか発想はすごく面白くてね、いいんだけど、なんかね、うん、なんだろうこれ、うん、なんかクラスにいるとめっちゃいいやつっすね、俺で世界変えちゃうよとか言ってボソボソ言ってそうで、めっちゃおもろそうっすね。喋れば喋るほどみんなが不安になっちゃうからさ。特許は一応幅広く取ってますんで。はい、そうですね、開発できるのは僕だけかなと思います。これいくらするんですか。こちら想定では2,000〜3,000円ぐらいを、2,000〜3,000円ぐらい、一応広告なんかをつけていただくと皆様にもプラスになるかなと思ってまして。あ、なるほどね。ポスティングする方はいっぱいいると思うんですが、これ自体が広告になってポスティングに可能になってますんで、 Amazon に売ったらいいじゃないですか。そしたら Amazon って覚え入れて、はヤギを飼ってますんで。はい、また言ってる、好きだな。え、ちょっとね、それ、え、これ結局ネーミングは何なんですか。仮では宅配ボールなんですが、略すと宅ボになって宅配ボックスと被っちゃうので、ネーミングですと松本清がいいかと思います。は、これはね、クラスに一人欲しいですね。面白いですね。その心は。フランチャイズ版を見たんですが、松本清っていう名前は後々に選挙で有利になったっていうことがありまして、リベンジ版の未来しか見えない。いや、通販版で売ってあげて。いや、通販版。では平田さんお願いします。私は200万円でさせていただきます。夢に乗りたいと思います。一部ありがとうございます。では孫さん。はい、ごめんなさい、僕はゼロですね。桑さんお願いします。それで僕もナッシングです。まあ、遠藤くんはきっと遊び心がめちゃくちゃあると思うんで、なんかこの気持ち忘れなければワンチャンエジソンにもなれるかもしれないですね。はい、安藤さんお願いします。いや本当通販版に行ってほしいなと思ってね、その再配達の課題を掲げる課題感を持ってる人が買ってくれたら嬉しいなと思うので、僕もそうですね、200万円、はい、いや再配達本当に良くないと思うので、なんか自分の持ち分ぐらいはお出ししますと。なんで他の社長の中でなんか一緒にビジネスしたいって形がいたらちょっと負担減らせればなと思って200万円にしました。林さんお願いします。アイディアはいいけどね、ちょっと受け答えが絶望的だからこのプロジェクトが進む気がしません。でもアイディア賞50万円はい、すごいですけどね、これ普及したらね、面白いもの作ったと思います。ただアイディアだけじゃね、なかなかうまくいかないんで、以上です。でも届かなかったので今回はダンシングです。はい、お疲れ様でした。